桜地と王は、日本の元競争馬、主母馬である。1995年の JRA 賞最優秀5歳、以上母馬。半妹に桜キャンドルがいる。主戦騎手は、小島太志。鋭い切れ味を誇る差し足を武器に活躍し、1995年の天皇賞を制した。その他にも1994年、中山記念、1995年。 アメリカジョッキークラブカップなど中央競馬の重賞を4勝した。特に1994年の慶応杯、オータムハンデキャップで勝利した時は、当時の芝1600メートルの日本レコードを樹立した。バレエは、旧表記に統一する。デビュー前から、能力の高さを買われていた桜地と瀬尾は3歳の10月、東京の新馬戦でデビューした。この新馬戦で解消すると、続く、 ヒーラショ賞では1位入選馬の公着によって勝利し、クラシック候補に名を連ねた。ところが、4歳になると桜地と瀬尾は、右腰の状態が悪くなり、なかなかレースを使えなくなった。それでも、ダービートライアルの NHK 杯で3着に入り、なんとか、日本ダービーに出走することができた。しかし、ダービーでは先行したものの、キャリア4戦という経験の浅さを露呈したことと、 隊長が今一つだったこともあり11着と大敗を喫した。ダービー後、桜地と王は休養に入ったが、腰の状態が思わしくないこともあり、秋は一度も出走できなかった。年が明けて小馬になった桜地と王は900万下の条件場からスタートした。2戦目のテレビ、埼玉杯で勝利すると、格上挑戦ながら中山記念に挑んだ。3番人気に押された。 このレースで優勝し、初重賞制覇を遂げた。ついに重賞ウィナーの仲間入りした、桜地と王だったが、GI レースでは、盆走が続いた。宝塚記念では、後方待機から追い上げたものの6着、慶応杯オータムハンデキャップでレコード勝ちして臨んだ。天皇賞では、直線で振動カットされて6着、富士ステークス1着後、打倒なリタブライアンを掲げて挑んだ。 有馬記念では、第4コーナーでその成田ブライアンに並べかけながら、直線で失速し6着に敗れた。6歳になった桜千歳王の春シーズンは、成田ブライアン、岸アマゾンの不在もあって、GI 戦線の主軸を担った。アメリカジョッキークラブカップ1着、中山記念2着を経て臨んだ。安田記念では一番人気に押された。しかし、レースでは、 最後方から追い込みながら優勝したハートレイクに花さ届かず2着に敗れ、初の GI 制覇はならなかった。続く宝塚記念も一番人気に押されたが、蝶が区く高速馬場で先行馬が前残りになる展開となり、7着まで押し上げるのが精一杯だった。秋になり、桜千歳王は毎日王冠から復帰したが、重馬場に苦戦して4着と敗れた。だが、 一度叩いたことで桜地と王の調子が上昇、絶好調の状態で二度目の天皇賞を迎えることになった。天皇賞を前にして、桜地と王の主戦を務めている小島太氏が調教師転校を表明し、翌年2月限りでの引退がほぼ濃厚となっていた。これで陣営としても GI ダッシュへ向けて、後がない状況となった。股関節の故障で戦線を離脱していた。 成田ブライアンがぶっつけでの挑戦を表明し、一番人気に支持されていた。そして、桜地と瀬尾は三番人気に支持されていた。一般的に東京芝2000メートルは外枠不利と言われているが、追い込み馬が最内枠に入ると、これまた不利であった。桜地と瀬尾は一番枠に入っており、苦戦が予想されていた。しかし、レースでは、 道中16番手を追走し、小島自らも、スタンドに馬をぶつけに行くつもりでお外へ出したと、最後の直線だけで15頭を、五棒抜きし、戦闘で懸命に粘っていたこの年のサツキ賞馬、ジェニウィンを、花ささしきって優勝した。先行は優位な展開の中での大逆転劇。そして、小島が引退表明直後だっただけに、ファンの歓声も大きかった。 この天皇賞から2週間後にエリザベス上杯を制した半妹と桜キャンドルと共に小島の引退の花道を飾った名兄弟として記憶されている。天皇賞後、桜地と王は有馬記念に出走。この有馬記念は桜地と王にとっても安城の小島太志にとっても最後の GI レースだった。このレースでも先行は優位の展開になったが、 桜地と王は直線で呆然と追い込み三着と検討した。この有馬記念を最後に桜地と王は引退。翌1996年1月7日、東京競馬場で引退式が行われ、チュボバ生活に入った。2006年9月21日撮影桜地と王尾は1996年から静内スタリオンステーションで種ボ馬入りした。 2005年に、道場が閉鎖すると、レックススタッドへ移動して種ボバ生活を続けた。初年度3区から、中央競馬の重症化チ馬を出したが、2002年以降の3区からは、地方競馬の重症化チ馬すら送り出せないほど不振に、陥り、次第に、人気は下降。2010年にはついに種付け頭数がゼロとなったため、2011年1月に、用途変更が行われて、 タネボバを引退した。引退後は、神話牧場で、功労馬として、つなぎをされていた。2014年1月30日、老衰のため死亡した。中央競馬のサイヤーランキングでは、ほとんどの年で芝の順位がダートの順位を上回っており、ダートより芝を得意とする、3区傾向になっている。タイムラン、赤字は、レコードタイム、1995年の天皇賞発者。 桜地と瀬尾が死亡。netkeiba.com。2014年1月31日へ閲覧。平手高明。覚えておきたい。日本のメス系100収録の全メス系一覧。競馬、血統人生。平手高明。2019年9月21日へ閲覧。ありがとうございます。